動画をご視聴くださりありがとうございます。約1億2000万の申告漏れ、一部の所得隠しが発覚して先日謝罪の記者会見をしたチュートリアルの徳井さんですが、ホリエモンさんや青汁王子こと三崎優太さんがこの件で動画を上げていました。お二人の話をまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。青汁王子こと三崎さんは、なんで徳井さんが捕まらないのかっていうのは国税局のさじ加減一つなんだと、もう国税局がですね、悪質かどうかを判断して、もう悪質となれば刑事告発されてしまうし、そうでないのであれば修正申告とかで済むんだと。で、徳井さんのこの3年間無申告っていうねことに対して、まあ、納税スルーをしたわけなんだけど、これは正直最強ですよねと。見つかったら、あ、すいませんでしたでね、忘れてましたで払うでね、これ忖度があるかもしれないけど、これがまかり通ってしまう世の中が納得できないという感じでおっしゃっておりましたね。で、ホリエモンさんの方は、最近やはりこういう所得隠しとかに関する取り締まりは年々厳しくなっていまして、それは収入の格差ですとか、国民感情からしてもだんだん厳しくなってきていると。脳科学者の茂木健一郎さんも1億ぐらい申告してない時があって、でもこれは告発されずに修正申告だけで OK だったそうですね。で、まあ人気者だったからじゃないかっていうふうに言ってましたけれども、徳井さんの場合は約2000万円は偽装伴う悪質なものってことで、旅行に行ったりとか服を買ったことを経費にとしてね、計上しようとしたけど取んなかったっていう部分だと思うんですけど、年間申告していなかったっていうのはやっぱり正直アウトなんじゃないかと。今一生懸命刑事告発にならないように根回してるんじゃないかっていうふうに言ってましたね。かなり危ない綱当たり状態じゃないかと。徳井さんって人気者の原因でイメージがいいからそういう忖度がまかり通るかもしれないところにいるんですけど、徳井さんのやってることが今回の3年間無申告とかやった上で、もしですね、社会的にイメージの良くないことをやっていた、例えば裏ビデオ売りさばいてたりとかですね、ガールズバーでボロ儲けしたお金とかだを申告してないとなったら、もう本当にこれはアウトじゃないかって感じで話していましたね。まあ人気者の芸人でイメージがいい徳井さんだから、まあ、修正申告でこと足りるかもしれないで、ここがですね、徳井さんと青汁王子の差じゃないかといった感じで言ってました。はい。で、私もちょこっと会見を見たんですけれど、ルーズでしたってね言ってましたけど、これが本当通用してしまうのかと思いましたよね。で、この会見の少し前にですね、私の好きな遠藤チャンネルの遠藤くんも、彼はねルーズなんだからしょうがないんだよってね、彼の会見そのままのことを予言するかのように言ってたんですが、まあもしかしたら徳井さんもですね、遠藤チャンネルを見て会見内容を決めたのかもしれないっていうふうにね思ってしまいましたね。はい。というわけで、今回の件皆様はどのように感じたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想を聞かせていただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もしてくださると大変励みになりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。